はい、こんにちは、レトスの小野です。6月26日の3問に入っていきます。委任による代理人は本人の承諾を得たとき、またはやむを得ない理由があるときでなければ副代理人を選任することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。委任による代理っていうのは任意代理のことを指すんですね。で、代理には法定代理と任意代理の2つがあるんです。で、今回は任意代理の問題です。で、任意代理では本人の承諾があった場合、やむを得ない事情があるときのみ副代理人を選任することができるんですね。で、これっていうのは覚えるよりもイメージがすごく大事です。これは法定代理と任意代理、この2つの違いについてもイメージが重要ですし、またなんでこの場合のみ副代理人を選任できるか、これもイメージが必要なんですよね。この点については短期講座の受講者様には別途動画がありますので、受講者専用のメルマガの方から動画ご確認いただければと思います。で、続いてです。高県知事免許を持った宅建業者 A が営業保証金を金銭のみで供託している場合、免許外により主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、A は遅滞なく変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない、丸か×かという問題です。これは丸ですね。まず、金銭のみで供託していて、免許替えによって、供託所が変わると、言った場合、保管替えをするんですよね。で、この保管替えっていうのはどうやってやるかっていうと、この変更前の供託所に請求するんですよ。保管替えの請求するんですね。で、どんな請求するかっていうと、新しい供託所に営業保証金移してくださいねっていう風に請求するんです。あくまでもこれ請求先っていうのは変更前、現在の供託所なんですね。この点を注意してください。変更後の供託所に請求するわけではないので、この点は注意しましょう。で、問3です。都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ〇〇および〇〇の意見を聞くとともに、〇〇に協議し、その同意を得なければならない。括弧に当てはまる言葉は何でしょうか？答えは、都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会、この2つの意見を聞くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないっていうことです。これは都道府県が都市計画区域を定める場合の手続きの流れです。一方で、国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合、定める場合の手続きの方法っていうのは、あらかじめ関係都道府県の意見を聞くっていう話なんですね。つまり若干違うんですよ。このあたりは対比して覚えておきましょう。この点については注意事項があります。注意事項については短期講座でお伝えする流れとなりますので、短期講座の受講者さんについては受講者専用のメルマガからご確認ください。この点については勘違いしている方非常に多いので、きちんと押さえておくべき部分です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。